おはようございます。釣り子 TV です。これは結構待ちに待ったルアーだなってことで一つ買ってきてみました。ボトムアップのコスモっていうことで、川村幸太郎さんがボトムアップで監修したスモールラバージグがいよいよね、手に入るっていうことで、2.5g ね、買ってきてみましたよ。で、価格はですね、これは、おかちばちのキーポンで買ってきたんですけども、1個500円。まあ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 、ちょっとね、高級なルアー、スモラバにしてはっていう、ところかなと思いますので、その分ね、いろいろなアイデア、機能満載のはずなので、早速見ていきたいと思います。まずね、パッケージはこんな感じ。ね。裏にはね、こうね、説明書きが、こだわりのポイントがいろいろ書いてあって、で、グリパンチャートっていうね、カラーを買ってみました。早速ね、ちょっと見ていきたいと思いますね。まずは開けて、パッケージかっこいいなこれ、ね、コスモね、出てこない、よいしょ、あーすんごい丁寧に、これどうなってんだどうなってんだ、え、がくっついていて、ビって取れました、はい、ビット取ったらここにこういう針金がついていて、あ、すげえこのヘッド、あー、はい、出てきましたコスモね。まあラバーの量とかはね、これいろんな各メーカーこだわりのね量あると思うんですけども、比較的ちょっと細めのねラバーなのかな、このシリコンラバーがっていうね、そんな印象があります。で、あ、丁寧にいろんなカラーのシリコンスカートが散りばめられていて、で今ね開けて、あっと思ったのが、これ見えづらいんですけど、ここヘッドのねアイのところがすごいね埋め込まれたような感じね、必要最小限ちょこんと出ているだけではなくて、このヘッドのなんだろうね、タングステンだと思いますけど、これがちょっとえぐれていて、その内側に埋め込まれているようなね、こういうね愛になってるんですよね。これは仕事が細かいな。で、横にはねサイズがすぐパッとねグラムで分かるように 2.5 って書いてありますね。これ 2.5 のモデルのもの買ったんですけども、で、ここのですねガード、これも多分ねモデルによって適切な本数配置されてそうですけども、4本のね 2.5g はガードで、ちょっと硬めですけども、カバーとかを攻めるにはやっぱこれぐらいの張りがないとなって、これはちょっと1本では実現できないのかななんて考えると、でピシッとね、なんだろう、配置されてますけども、ポイントによってはちょっとこれを開いて使ったりしてもいいんじゃないですかね。で、次がですね針、こんな感じで、フッ素加工されていて、比較的細軸の針が採用されている印象です。これはねありがたいな。結構ねスモラバっていうと針がね太めで、だからライトリグで使った場合とか、案外ちゃんとした適切なタックルで使わないと針先ちょんしかかかっていなくて、ジャンプ一発でバレちゃうね。まあ柔らかいスピニングで例えば溝外とかでかけた時とか、そんな印象があるんですけれども、このねコスモっていうスモラバは、まあ、例えばスピニングタックルで使っても、ちゃんと針先までフッキングを最初決めれば、そのままズイ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 ってねかかっていきそうな、そんな感じの結構細軸な形状の針が採用されているんではないかななんてね。で、オーソドックスなこうラウンド形状で、まあ使いやすそうって感じですね。そしてここワームキーパーブ、これね俺結構好きなんですけども、針金がピョンと出ていてですね、それでもって、しっかりとワームをホールドしてくれそうっていうね、こういったフックキーパーが採用されております。で、
後ろを見るとですね、カズタのテクニックに高次元に対応するオールインワンスモラバっていうことで、中層もボトムもカバーもスピニングもベイトフィネスもこれ一つで OK っていうことで、そうですね、今説明したようなところがですね、やっぱ、大体その通りみたいですね。で、まあ、ポイントとしてはこれ結構しっかりとしたボックスに入っていたんですけども、スカートを圧迫することなく本来のフレア性能を守るボックスタイプのパッケージで、丁寧にね、やってますよと。ここら辺の細かいね感じがね、あのボトムアップならではかななんていう印象です。で、まあ、ちょっとねまだ今明るい時間なんですけども、暗くなったらこれに各いろいろなメーカーのね小型のトレーラーをつけて水中でどんな姿勢になるのかなっていうね、ここら辺もね撮影していこうと思いますので、引き続きですねよろしくお願いいたします。まずね今日はねこういう感じで開封してみて、各部どうなってんのかなっていうのを見てきました。あ、でちなみにね、フックはですねノガレスのね、フック、アンチラスト、×0 フリクションの、フックを採用してるよ。サビに強く貫通力に優れるっていうことで、結構いい針がねしょってあるっていうことみたいですね。はい、そんなわけでねいろいろ見てきましたが、本日のね釣り子 TV はね、こちら、ボトムアップのですねもう待望の待望のですねスモールラバージグですね、コスモ、これを買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。